ラオスは中国、ミャンマー、ベトナム、カンボジア、タイなど5カ国に囲まれた内陸国で、面積は日本の本州とほぼ同じ大きさです。人口は744万人で、世界で最も貧しい国の一つです。ラオスを旅行したことのある人なら、誰もが口を揃えて、ラオスの人々は素朴で優しい人が多くて良いと言います。ラオスでは天真爛漫な子供たちの姿や純粋な大人たちの笑顔に出会えます。ラオスに行ったことのある旅行客ならこの言葉に同意するでしょう。ラオスは2030年までにグリーンでクリーンな美しいラオスを目指し、持続可能な発展を通じて上位中所得国入りを果たすことを目標としています。ラオスはフランス植民地時代があったにもかかわらず自国の文化を守ってきました。仏教文化を中心に独自の文化を開花させ、現在は東南アジアでも有数の文化観光地として注目されています。そんな中、これを自由に表現できるラオスの漫画産業についてはあまり知られていません。多くの人がラオスに漫画があることすら知らないのです。ラオスは現在日本の影響力を肌で感じることができる国であることをご存知ですか？日本もラオスへの関心が非常に高く、特に未開拓市場の一つであるラオスには日本企業の投資が急増しています。ラオスに投資している日本の FDI 累計額は4億3800万ドルと集計されています。特に日本企業は2015年に水産業と水耕栽培に5800万ドルを投資するなど、第一次産業への進出も強化しています。またラオス政府がサービス業を投資促進分野として挙げていることから、日本は第三次産業にも積極的に進出するものと思われます。ラオスのビエンチャンタイムズ紙によると、過去20年間で日本はラオスの道路構築事業に2200万ドル、ビエンチャン近郊のワットタイ国際空港の建設に1億ドルなど、インフラに力を入れています。電気施設や医療施設、教育施設など様々な分野でも毎年1億ドル以上を支援しています。そのためラオス人は日本に対して感謝していると同時に関心も高いです。実際ラオスでは日本のアニメが大人気で、芸能人よりも日本のアニメが人気があるそうです。なのでラオスで実力のあるアーティストたちは、現地では待遇の良い職場がないため日本へ仕事を探しに行ってしまい、残されたアーティストたちの漫画技術が向上しないのです。ラオスの漫画産業の認知度の低さと人材流出により、ラオスならではの文化的創造性と才能を持つ多くのアーティストが漫画家としての夢を叶える機会がほぼありません。そのため日本とラオスは2011年に漫画産業を育成するためのセミナーを開催したこともあります。このように自分の夢を叶えるために日本に向かうラオス人も増えています。今日はラオスの田舎に住んでいた女性が日本へ留学した後経験したエピソードについて紹介します。誰しも初めての留学生活は意味があり、他国で得た最初の給料はとても貴重なものです。海外のオンラインコミュニティサイトに匿名で投稿されたこのラオス人女性の話をこれから一緒に見ていきましょう。私はラオスのバンサメットで生まれ、とても貧しい環境で育ちました。バンサメットは町から車で4時間以上かかる少数民族が住む村です。皆さんもご存知のようにラオスはあまり物がない国です。貧しい地域には大型スーパーも鉄道もデパートもなく、国民所得も世界最貧国レベルです。さらにラオスには海もありません。その代わりたくさんの魅力的な川や滝を見れる場所でもあります。私は数年前に家族と一緒にビエンチャンに引っ越してきてから生活環境が少し良くなりました。父は幸運にもビエンチャンにある日本企業の下請け会社に就職し、おかげで人並みの生活ができるようになりました。私が子どもの頃住んでいたバンサメットには180人ほどが通う中学校が一つしかありませんでした。そこは車が通れないので歩いていかなければならず、12時間かけて歩いて通学する生徒もいるほどでした。
信じられないかもしれませんが、勉強をするために朝日が昇ると同時に家を出発し、午後になってから学校に着くのです。昼間は砂漠のように暑く夕暮れ時には寒い山道を重いカバンを背負って上り下りする真っ黒に焼けた顔の生徒たちの姿が今でも鮮明に記憶に残っています。私は貧しい幼少期を過ごしました。バンクサメットはとても小さく、学校の先生も少なくて教育環境は良くなかったのですが、ビエンチャンに引っ越してきてからは楽しいことがたくさんありました。ラオスには夜の文化はありませんが、小さなお祭りがいつも開かれます。それほどラオス人にとってはお祭りが生活の大部分を占めています。私たちは小さなお祭りでも知り合いに招待状を送って準備をします。お祭りといっても集まって食べて飲んで水をかけ合うのがほとんどですが、楽観的なラオス人はお祭りの旅にワクワクした気持ちで参加します。お祭りを楽しみながらも私は勉強を怠らず、父のアドバイスと励ましのおかげで日本留学を夢見るようになりました。私は一生懸命日本語の勉強をし、両親も私のために留学費用を少しずつ貯めてくれました。しかし金額が足りないため奨学金を調べるようになり、日本大使館が審査する奨学金制度を見つけて申請することになりました。幸運にも審査に合格し、1年の日本語教育と4年間の学士課程の奨学金を受けることができました。日本に留学してからは学校が用意してくれた寮で過ごしました。初めて日本に足を踏み入れた時、私は日本という国の美しさに魅了されました。国際空港の大きさに驚き、洗練された建物に心を惹かれました。特に空港で初めて公衆トイレを使った時は、生まれて初めて見たトイレの高級感に開いた口が塞がりませんでした。お金を払った人だけが利用できると勘違いしていたので、利用するまでに時間がかかりました。しかし私が従業員に尋ねたところ、親切に誰でも利用できると案内してくれました。トイレを使う時もボタンがいろいろあって、何をどうすればいいのか分かりませんでしたが、無事水を流すことができました。東京の高層ビルはどれもきらびやかで、通り過ぎる人々は忙しそうに速いスピードで通り過ぎていきました。街は清潔で、日本はとても魅力的な国だと思いました。しかしこの洗練された都市で田舎者の私がうまく適応していけるのか不安になりました。そして1ヶ月後、私は無駄な心配をしていたことを悟りました。私は大学に通いながらも家計を支えるために仕事を探さなければなりませんでした。ラオスは日本語が主要外国語に指定されていたため、幸いにも日本語能力試験の N3 に合格していた私は、友達のおかげでコンビニでアルバイトを始めることができました。店長もとても親切で、賞味期限の切れたお弁当やお菓子などを分けてくれました。おかげで食費を大幅に節約することができ、日本の食べ物はラオスとあまり変わらないので美味しく食べることができました。アルバイトの給料は信じられないほど高く、最初の月は時給で計算して8万円ほど受け取りました。父の給料が4万円だったことを考えると、私は1ヶ月で2倍稼いだようなものでした。私は大金を稼いだことが嬉しくて、すぐに家族に電話しました。そして父にもう留学費用を送らなくていいと言いました。そして次の月から10万円以上稼げるようになるので、毎月5万円ずつ送ると約束しました。父は信じられないと言いながら、私以上に喜んでくれました。私は日本で働いてみて、ラオスという国の貧しさを改めて実感しました。日本人の目線から見ればラオスの物価は安いのは事実ですが、ラオス人の所得から見るとラオスの物価は決して安くはありません。貯蓄は夢のまた夢で、ただ生活を維持するのに精一杯でした。ラオスでは給料をもらえないサラリーマンも多く、彼らは働く意欲を失っています。ラオスの物価が大きく上がった理由は、おそらくラオスの通貨価値が大きく下落したことが一番の理由だと思います。
2021年12月に1ドル約9000キップだったラオスの為替レートが2023年には1万9500キップから2万キップになり2倍以上上昇しました。ラオスの為替レートが大きく上昇したためラオスの物価も上昇し、現在の物価は以前に比べて2倍以上上昇したと思います。そのため家族と通話するたびに親が物価が上がりすぎることを心配していて胸が痛かったです。ラオスでは今そうめん1杯が3万キップほどします。恐ろしいほど値上がりしました。このようにラオスの為替レートが2倍以上暴騰し、ラオス人の給料は半分になったと考えられます。最も驚かされるのは交通費です。ラオスの物価が安いと言いますが実際は違います。父がバイクを改造したトゥクトゥクに乗ろうとしましたが高すぎて驚いたそうです。ほぼ日本のタクシーの料金と同じくらいです。一度も裕福に暮らしたことのない私ですが、日本で生活している今心だけは豊かになりました。友達はもちろん教授も私を気にかけてくれて大切にしてくれるからです。この前アルバイトができない外国人留学生の友達のために教授がお米やラーメン、果物などをあげていました。また私は日本に来てから母が病気になりましたが、お金がなくてなかなか故郷に行けず悩んでいたところ、教授が心よく10万円を貸してくれました。そのおかげで私は安心して帰ることができました。また突然妹や親戚が訪ねてきて寝る場所がなかった時、私を可愛がってくれた日本人のおばさんが心よく自分の家に招待して泊めてくれたこともありました。見知らぬ外国人に自分の家を利用するようにと心よく部屋を貸してくれて配慮してくれたことがとてもありがたかったです。日本人の細やかな心遣いは他国に来て孤独な留学生の心をいつも温めてくれます。最初は両親が日本での留学生活について心配をしていましたが、学校や先生方の配慮と思いやりの深さを知ってからは心配しなくなりました。私はこれから残りの期間日本で一生懸命働いて勉強して、ラオスが日本と少しでも同じような生活を送ることができるよう、そして両親の役に立てるよう頑張りたいです。また私が今まで受けた日本の優しさを忘れずに、日本人の真心と配慮に必ず恩返ししたいと思います。ラオス人女性の記事はこのように締めくくられています。この記事には多くの海外ネットユーザーからコメントが寄せられました。私は日本に5年間住んでアメリカに戻りましたが、1ヶ月後にまた日本に行きました。私には日本での生活の方が心配が少なくシンプルであっているようです。アメリカは気を配ることがあまりにも多いです。私は日本はかなり良い国だと思います。10年以上住みました。家族がここにいるから滞在していますが、他の人が言うようにビザを持っていれば好きな職業を選ぶことができます。私は私が外国人であることもあまり気にせず、ただ楽しく暮らしています。私は言語のせいで孤立してしまわないようにサッカークラブに入り人脈を作り、良い職に就きました。バスに乗ってオンラインで買い物をして映画を見に行きます。日本人は正直です。欲張らずに楽しく暮らせば幸せに過ごせるでしょう。日本生活に慣れたかって、日本の生活に合わせて暮らし、あれこれ気にしすぎなければ大丈夫です。私は日本文化が大好きです。警察に殺される心配がないのがいいです。日本食は本当に美味しいですし、日本の田舎も好きです。医療システムも日本の方がはるかに優れています。10代の頃に家族と一緒にここに引っ越してきて、もう15年以上住んでいます。フィリピンと比べると日本の方が医療制度も良いです。今は帰化しましたが、正直もうフィリピンでは生きていけないかもしれません。ここには良い仕事もありますし、日本語もできますし、良い友達もたくさんいます。このように海外のネットユーザーの様々なコメントが書かれていました。日本で外国人留学生が新たな希望を見出すことは本当に誇らしいことです。ラオスは無限の可能性を秘めた国です。他の国に比べてないものも多いですが、他の国が持っていないものをたくさん持っています。
ラオスは海も鉄道も郵便局も郊外もない後進国ですが、代わりにメコン川の豊富な水力と地下資源もあり、多くの可能性を秘めています。ラオスは今でも世界で最も貧しい国に属していて、お金がなく開発が進んでいませんが、国民の心だけはどの国の国民にも負けないほど平和で満たされています。そのためラオス人は、政府は貧乏でも国民は豊かという言葉をよく口にします。ここには世界各国から外国人が集まります。特に日本人が多く、そのおかげでラオス人も日本語を少し話せるようになったそうです。しかも最近、日本がラオスに支援金まで出して20万人を移住させる計画を立てているそうです。実際にラオスでは多くの日本人に会うことができ、どこでも日本語を聞くことができます。ラオスと日本の交流や協力は2000年代以降に増加しており、ラオスのワットタイ国際空港は日本の支援で建てられました。現在も日本のラオスへの援助は増え続けており、日本はラオスに4億4311万ドル以上を支援しています。ラオス市内を走るバスも日本が提供したもので、ラオスの漫画産業にも大きな影響を与えています。このため日本を訪れたほとんどのラオスの青年は、日本での生活が自分の人生のターニングポイントになったと語り、深く感謝しています。これからも日本での留学生活が彼らにとって良い糧となり、ラオスの経済の発展につながることを願っています。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。長時間椅子に座っているサラリーマンは、椎間板ヘルニアで苦労している人がとても多いです。椅子に座っている間も、体の大黒柱と言われる脊椎の疲労度が上昇するからです。実際に事務職の会社員を見ると、腰痛で悩んでいる人をよく見かけます。彼らは激しい腰痛により精密検査を受けると、椎間板ヘルニアと診断されます。椎間板ヘルニアは完治が難しく、多くの人に苦痛を与えます。ところが先日、海外コミュニティサイトには、慢性腰痛で苦しんでいたアメリカ人が日本を訪れたら奇跡が起きたという記事を投稿して話題を集めました。椎間板ヘルニアの治療のために数千万円を費やしたというアメリカ人ビリーが日本へ行き、どのような奇跡を体験したのでしょうか。今からビリーの話を詳しくお伝えします。こんにちは。私は貿易会社で働いているビリーと申します。私は普段からワーカホリックと言われるほど残業が好きです。どうせ家に帰っても一人で過ごすだけですし、日常を共有する彼女もいないから、仕事でもしようという感じです。でも面白いことに、家に帰っても私は働き続けました。スタンドだけつけて暗い部屋で長時間腰を曲げて仕事をしていました。たまに腰とお尻が痛い時は、立って簡単にストレッチだけしてまた仕事に戻りました。今考えてみると、なぜそんなに仕事ばかりしたのか、そして体を酷使したのか、後悔しました。あまりにも仕事に執着していたので、友人と同僚たちは私に精神的に問題があるのではないかと心配していました。ビリー、仕事をしないと不安や寂しさを感じ、自分の価値が落ちると感じるのと私に尋ねました。私のせいで周りの人も少し疲れているようでした。なぜなら私は完璧主義な部分もあるからです。私は遊ぶより働く方がもっと楽しいです。それに私はお酒とタバコもしません。お酒を飲んだりタバコを吸ったりすると、脳への酸素量が減って、もっと疲れ怠けてしまうからです。それに仕事ばかりしてお酒を飲んだりタバコを吸ったりする時間がありませんでした。私には仕事と休息にあまり差がありませんでした。しかし仕事をたくさんして周りから認められたとしても、体は限界に近づいていきます。夜遅くまで座って作業してたので、私はついに椎間板ヘルニアになりました。最初は深刻な方ではありませんでした。少し腰の痛みがある程度でしたが、だんだんひどくなって、太ももや足までしびれる症状が出てきました。1日平均10時間以上モニターの前に座って業務をしているため、腰痛が生じるのは当然のことです。
私の腰痛の原因は椎間板ヘルニアでしたが、手術を受けるためには休暇を取らなければなりませんでした。最初は椎間板ヘルニアの程度がひどくなかったので、治療は後回しにしていました。ところがいつの間にか笑ったり咳をしたりすることもできないほど痛みがひどくなってしまったのです。私は椎間板ヘルニアの治療のために数多くの病院へ行ってみましたが、完治せず痛みも取れませんでした。ある日は会社で働く時間より病院に通う時間が多いほど大変な状況が続きました。長期間椎間板ヘルニアに悩まされていたので、私は椎間板ヘルニアに関して論文を書いてもいいほど博士になっていました。椎間板は複数の脊椎骨の間に位置しており、柔らかいゼリー状の髄核という組織から成り立っています。脊椎の骨同士がぶつかるのを防ぎ、脊椎に加えられる衝撃を緩和するクッションのような役割を果たします。ところが様々な理由で椎間板が突出して周辺の神経を押すと腰に痛みが生じるのです。私のように初期段階では少し腰の痛みがあり、時間が経つにつれて足がしびれ、さらに苦しくなる症状が現れます。ある日急に四肢麻痺になったように腰に激痛が走り、歩くこともできませんでした。笑うとき、咳をするとき、鼻をかむとき、座った状態から立ち上がるとき、何をしてもとても痛かったです。この痛みは経験したことのある人にしかわからないでしょう。本当にどんな動きをしても痛すぎて大変でした。ある日病院に行って CT を撮ってみたら、4番と5番の腰椎の椎間板が破裂していました。医者は私の状態を見て、すぐに手術をしなければならないと言いました。そして経済的に余裕がなければ施術をする必要があると言いました。調べてみたら、一番安い施術費用が日本のお金では80万円を超えていました。私は考えてみると言って病院も出ました。そんな中、私は急に日本に派遣されることになりました。本社では日本に行って椎間板ヘルニアの治療を受けながら仕事をするよう勧められました。しかし日本に来ても残業は減らず、腰痛はさらに悪化していきました。私の苦痛をそばで見守っていた日本人の同僚は、私にそれとなく漢方病院に行ってみるように勧めました。彼は椎間板ヘルニアには漢方治療ほどのものがないとし、自分も漢方療法でだいぶ良くなったと言いました。それに自分が通っていたところは、院長先生が流暢な英語で骨の名前や医学用語を説明してくれると教えてくれたので、私はその病院に行ってみたくなりました。しかし私は経済的な理由で漢方治療に踏み切れていませんでした。アメリカで椎間板ヘルニアの治療のために多額の治療費を払ってきたので迷っていたのです。それに漢方治療は私には聞きなじみのない言葉でした。 Google で調べてみたら、漢方医学は日本の伝統医学だそうです。日本では明治維新後、西洋医学を学び医師免許を取得した人だけが医師業を営むことができるようにしたため、日本では漢方医や中国の中医師は医師として認められていませんでした。その代わり西洋医学に限界を感じた医師たちが漢方医学を研究し診療に活用するようになったそうです。現在日本の医師の 86.3% が漢方薬を使っていますが、その理由は西洋医薬だけでは治療に限界があるからだそうです。漢方医学は日本の伝統医学で、鍼灸と漢方薬で治療を行うそうです。現代医学が解剖学と細胞生化学を中心とするなら、漢方医学は自然哲学をもとに人体と病気を眺める学問だそうです。私は半信半疑ながらも、日本に漢方を処方する病院が多くあり、日本人が多く利用することを知っていたので、同僚の言葉を信じて病院を訪問することにしました。そして私は病院へ行き、新しい世界へ足を踏み入れてしまいました。アメリカで受けた治療とは全く違いました。私の状態を見た漢方専門医の院長先生は、椎間板ヘルニアは激しい腰の痛みだけでなく、足の力が抜ける症状とともに排尿障害、下半身麻痺まで起こす可能性があるので、早く発見して治療しなければありません。
今こうして治療に来られてよかったですと言いました。そして手術せずに脊椎と周辺の靭帯、筋肉の自生力を育て、椎間板ヘルニアを治療する治療法で進めましょうと言われました。彼の流暢な英語に私は感嘆しながら尋ねました。ではその治療法は何ですか？椎打療法です。椎打療法について検索してみると、椎打療法は歴史がとても長かったです。2700年余り前の皇帝内経という漢方医書に、マッサージと指圧、そして骨と関節を押して合わせる治療法が詳しく記録されていることを見てもわかるでしょう。院長先生は私に椎打療法についてわかりやすく説明してくれました。椎打療法は健康と幸福を求める多くの人々に人気のある療法の一つです。椎打療法は日本古来より受け継がれてきた医術の一つで、体のバランスを整え筋肉を強化することに重点を置いた治療法です。このような理由から多くの人が椎打療法を通じて歪んだ脊椎の位置を矯正し、健康を維持するために努力しています。実際椎打療法は世界的に多くの人に良い影響を与え、治療に活用されているそうです。数多くの病院や医療機関で専門的な椎打療法による治療を提供しており、これにより治療の効果と安全性に関する研究開発が活発に行われています。また日本では椎打療法のための教育や研修プログラムも提供されていて、専門的な療法士を訓練しているそうです。海外でも椎打療法の治療に関する研究開発が活発に行われていました。本当に驚きました。多くの研究が椎打療法の効果と安全性を立証し、これにより椎打療法が国際的に認められたのです。院長先生は治療法についても教えてくれました。あなたが受ける治療は、簡単に言えば押してつまみ上げるという意味で、指と手のひらで押したりつまみ上げたりして摩擦を起こし、歪んだ脊椎を矯正するのです。この時頸椎と脊椎の痛みが和らぎ、歪んだ脊椎と椎間板が元の位置に戻り、姿勢矯正にも効果があります。椎打療法はただの一時的な矯正治療ではありません。2002年、漢方医学で初めて脳神経内科分野で世界的な権威を認められ、アメリカ UC アーバイン大学医学部の臨床で使用するほど、その効果と効能が認められた治療法ですという言葉を聞いて、私はさらに安心しました。椎打療法に先立って院長先生は私に針を打ってみようと言いながら、私を治療室のベッドに横になるように案内してくれました。私の体に何が起こるのか心配な気持ちで横になっていたら、院長先生は首の後ろと足など5箇所のツボに針を打ってくれました。院長先生にゆっくり歩いてみるように言われたので、私が歩こうとすると他のスタッフが両側から私を支えてくれました。この針治療は驚くべきことに、痛み止め注射と比べて5倍も早く痛みを減少してくれるそうです。そして実際私はその驚くべき効果を経験しました。たった1回の施術だったのに腰の痛みが半分も消えていました。不思議すぎて次の施術を受けるのがとても楽しみでした。その後も私は院長先生の言う通り、椎打療法と針治療を並行し、今は完璧に痛みが消えて元気な状態で過ごしています。私に漢方治療を推薦してくれた会社の同僚に感謝の意味を込めて牛肉をプレゼントしましたが、友人も自分のことのように喜んでくれました。アメリカで数万円使っても治らなかった腰痛を、日本で高くない費用で治すことができました。日本は本当に素晴らしい治療法を持つ国です。私はここで新しい人生を見つけました。もちろん椎間板ヘルニアを予防するためには普段の生活習慣が大切だということは知っています。椅子に座る時も腰をしっかりと背もたれにくっつけて座らなければなりませんし、ストレッチをこまめにして腰の柔軟性を鍛える必要があります。しかし良い病院を見つけるのが一番効果的な方法だと思います。私はアメリカ人ですが、今は日本の漢方医学を推薦するほど漢方の魅力にハマってしました。
皆さんも少しでも腰痛を感じたら、症状が悪化する前に日本の病院へ行ってみてください。お金も節約できますし、時間も節約できるでしょう。多くの外国人が私のように新しい世界に足を踏み入れて新しい人生を見つけることを願っています。ビリーは幸いにも今は漢方治療を受けていないそうです。それくらい症状が改善されたからです。最近伝えられたニュースによりますと、スイダ療法はアメリカのオステオパシー協会の正式なリメディカル教育科目に採択されたそうです。アメリカでスイダ療法をリメディカル教育科目として採択し受け入れたことは大きな意味があります。スイダ療法は漢方専門医が手と体を利用して患者の関節、筋肉、人体の位置を正してくれる手技療法です。歪んだ骨と筋肉を正して痛みを和らげ、周辺組織の機能を円滑にしてくれます。スイダ療法が必要な最も代表的な疾患は椎間板ヘルニアです。スイダ療法で脊椎を正せば、脊椎の配列が整い、椎間板が受ける圧力も軽減できます。先日は雨で滑って腰を痛めたアメリカ人のジュリアナさんがアメリカで医者に椎間板ヘルニアと診断され、手術を勧められました。しかしジュリアナさんは手術を受けるか迷いました。後遺症が心配でしたし、体力的にも負担を感じたからです。医者は彼女の椎骨同士の動きを良くし、緩衝材の役割を果たす椎間板が硬くなり、脊椎周辺の筋肉と靭帯が弱くなったという話を付け加えて説得しました。脊椎手術をすべきかどうか悩んでいた彼女は知人の紹介で日本を訪れました。彼女もビリーのようにスイダ療法で椎間板ヘルニアを治しました。日本のスイダ療法士は脊椎疾患で手術が必要な場合は全体の 5% に過ぎないと言います。代表的な非手術治療が漢方医学のスイダ療法です。スイダの水は押すという意味、ダは積み上げるという意味を持っています。人体の歪んだ骨と関節、筋肉を押してつまみ上げて元の位置に戻すのに優れています。院長先生は鎮痛剤やステロイド注射を通じて痛みを減らすことは脊椎疾患の根本原因を治療できません。弱くなった脊椎と周辺組織を丈夫にしてこそ再発の確率が低くなりますと説明しました。スイダ薬物は脊椎周辺の神経の炎症を鎮め、弱くなった筋肉と靭帯を強化する漢方薬です。特に脊椎疾患の痛みは脊椎神経周辺の炎症から始まりますが、この炎症と腫れを鎮めた後、スイダ療法を受けてこそ痛みが軽減されます。スイダ療法は漢方専門医が手と体を活用して歪んだ骨と筋肉を正常な位置に戻す治療です。院長先生は人体の筋肉と骨や関節がずれると、その骨を囲む神経と筋膜など周辺組織を刺激します。骨を支える筋肉と靭帯が長い間緊張して固まると、血液の流れが悪くなく痛みが発生しますと説明しています。またスイダ療法で活用する薬針は、漢方薬や薬剤を製剤して作った薬針液を体のツボに注入する方式です。薬物と針の効果を同時に得ることができる上、脊椎疾患で固まった筋肉をほぐして痛みを抑制します。脊椎周辺の靭帯や筋肉を強化する効果もあります。アメリカやヨーロッパなどの先進国では手術による副作用を減らすため代替医学分野の研究が活発です。このため漢方医学や鍼灸に関する研究も拡大している状況です。最近は漢方医学が椎間板ヘルニアの治療に効果があるという研究結果も出ました。アメリカのノースカロライナ州立大学リハビリテーション学科の研究チームは、椎間板ヘルニアの陽性判定を受けた患者128人を対象にスイダ療法と鍼灸を実施しました。その結果、患者の 95% が痛みが減り、椎間板ヘルニアが完治したことが分かりました。スイダ療法の抗炎症作用や神経再生、軟骨保護効果が立証されたのです。この研究は国際的に著名な学術誌で発表され、大きな話題を集めました。
世界中の人々を魅了している日本の漢方医学技術がこれからも多くの人々の苦痛を鎮めてくれることを期待しています。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。最近日本を紹介する外国人旅行 YouTuber が増えています。日本のコンテンツの人気が急上昇しているため、外国人は自然に日本という国に関心を持ち始めているようです。このおかげで日本と関連する YouTube コンテンツも急増しています。しかし外国人 YouTuber が必ずしも良いコンテンツを作るわけではありません。先日ある外国人 YouTuber のカップルが日本で迷惑な行動をして非難を浴びました。このカップルは世界旅行に挑戦中のスロベニア人で、 IT 業務を通じて旅費を調達していました。彼らは日本でヒッチハイクを行いました。そして最近動画プラットフォーム TikTok にヒッチハイクの動画を掲載し物議を醸しました。この動画で外国人カップルはリュックサックを背負ってサービスエリアで大阪と書かれた紙を持ってヒッチハイクを試みました。しかし誰もカップルを車に乗せようとしませんでした。このカップルは日本の文化をまともに知らなかったためヒッチハイクに失敗したのです。ただ本人たちが身勝手な行動をとって終わりました。彼らは5時間ヒッチハイクを試みましたが成功できず疲れた様子でサービスエリアを出ました。彼らは日本で最悪のヒッチハイクを経験したとし、ネットで日本はヒッチハイクが簡単だというコメントを読んだ。ところが車を乗せてほしいと頼んだが大阪方向に行く多くの車がそのまま通り過ぎたと伝えました。続いて日本人から誰も乗せてくれないだろうという話も聞いたが、こんなことは初めてだったと付け加えました。これだけではありませんでした。ヒッチハイクに失敗したカップルはバス停に向かいました。彼らは東京から大阪まで行くのに3時間以上かかった、日本旅行がこんなに疲れるとは思わなかったと強調しました。スロベニア人カップルが TikTok に投稿した日本旅行の動画は Twitter や海外コミュニティサイトの Reddit などに広がりました。しかし動画を見たネットユーザーたちは投稿者が日本に対する情報を探さずに不平不満だけ並べたと指摘しました。むしろ国内外のネットユーザーたちは怒っているようにも見えました。ネットユーザーたちは世界旅行をするという人たちがその国の文化や慣習などを自分なりの観点で評価するのは良くない、東京から大阪までかなり離れているのにヒッチハイクで行けると思ったのか、誰も乗せてくれないのが当たり前だ、君たちのことを何も知らないのにどうやって車に乗せるんだ、こじきでなければ堂々とお金を払って旅行しろ、空港に行って飛行機も無料で乗せてくれと言ってみたらいい、日本人は相手に迷惑をかけるからヒッチハイクはしない、日本の文化も知らないのに人種差別だなんて言う方がおかしい、飛行機、鉄道、バスなどの交通手段が豊富な国でなぜヒッチハイクをするんだ、こういうのは人種差別と言わず文化の違いという、何も知らないくせに日本のことを悪く言うな、もしスロベニア人のおばあさんが荷物を持って困っていたらきっと遠い国から子供に会いに来たんだと助けてくれる人がいるだろうなど、外国人カップルの迷惑な行動を指摘するコメントがほとんどでした。驚くべきことに日本を訪問したカップルの迷惑行為はこれで終わりではありませんでした。大阪に移動した彼らは大阪都心の桜の風景が美しくないと言ったのです。このカップルは大阪周辺を歩き回りながら、私たちは素晴らしい景色を期待したが、ここはどこに行ってもコンクリートのビルばかりで全然面白くなかったと語っています。すると彼らの行動を見たネットユーザーは、このカップルは自分たちが白人だという点を利用して優しくしてもらうことを望んでいるようだと非難しました。自分が白人だということを利用して日本人に好意で何かしてもらおうと望んでいる点、お金を全く使わない点を挙げながらベグパッカーに似ていると指摘しました。ベグパッカーは物乞いを意味するベグとバックパッカーの合成語です。一言で言えば座って物乞いをしたり
街頭講演をしたり、物を売ったりして旅費を調達する外国人旅行客のことです。ベグパッカーたちはほとんどが白人です。東洋人の行為を利用して不法に金を稼ぎ、一時社会問題に浮上したこともあります。現在、物議を醸したこのカップルの TikTok のアカウントは削除されました。TikTok のアカウントが一夜にして消え、今後の活動を継続することは難しいと思われます。かつては海外の有名観光地でしか見かけられませんでしたが、ここ数年で外国人観光客が増えた日本にもベグパッカーが増えています。ベグパッカーは物乞いにより利益を得ているため問題視されるのです。何もせず物乞いで旅費と食べ物を調達する行為は詐欺罪に該当します。日本がノービザで入国できてもそんなにお金のない人たちは入国させません。この物乞いのやり方は西洋人は東洋人より優れているという考えから始まっています。白人でヨーロッパ人の私が東洋人に写真を売ったりフリーハグをしてあげたりすることは東洋人であるあなたにとって大きな光栄だという考えに基づいているのです。このようなベグパッカーたちが日本を含む東南アジア圏の国では社会問題になるほど増えているそうです。しかし他の国を旅行しながらその国の人々と文化を尊重せずに自分たちの方が優れていると考えるのは間違っています。流動人口の多い都市ではしばしば物乞いをする外国人を見かけます。彼らは物乞いをする内容のプラカードを持っていたり、路上ライブをしたりしてお金を貯めています。実際、東京の地下鉄の駅でベグパッカーとして活動しているある外国人は、ヨーロッパから来たと自分を紹介しました。それとともに、外は風がたくさん吹いて、路上ライブをするのが大変で、人々もあまり聞いてくれないとして、地下鉄で活動する理由を説明しました。また、日本を訪れた多くの外国人が、ベグパッカーをしていると打ち明けました。彼によると、私だけでなく、ゲストハウスで会ったアメリカ人観光客も、地下鉄の駅で、フリーハグをするか悩んでいたと話していました。彼らの特徴は、日本人を相手に街頭でお金とクレジットカードを全部紛失して、故郷に帰りたいのに、航空券を買うお金がないと、物乞いをします。また、自分で作ったというアクセサリーを販売し、お金を稼いでいます。外国人のこうした地下鉄の物乞い行為について、日本人は様々な反応を示しました。思いやりのある日本人らしく、外国人旅行客が日本で良い思い出を作るために、お金を渡す市民もいれば、他人に迷惑をかけないよう、静かにすべきだと指摘する市民もいました。この日、ベグパッカーに100円を渡したはるかさんは、若い外国人たちが日本を旅行するのにお金がなくて、あんなことをしているようで気の毒だった。年を取ったら、あんなことはできない。若い子が他の国であれこれ経験するのは良いことだと話していました。しかし、ほとんどの若い日本人は、ベグパッカーを迷惑だと考えていました。特に、ベグパッカーが地下鉄の電車内でライブするのは、気に食わないと他の車両に移動する人もいました。ある市民はライブを見て不快感を示しました。彼はイヤホンで歌を聴いていたが、突然ギターの音がしてびっくりした。他の国はわからないけど、日本では電車内で静かにするのが礼儀で、これは外国人旅行客も例外ではないと指摘しました。あるロシア人男性は、2週間前に日本に来たが、すでにお金を使い果たしてしまい、路上ライブをすると話していました。そして、路上ライブで稼いだお金で韓国に行きたいと堂々と話していました。本当に呆れてしまいます。彼はインタビューで、日本を旅行するのは、ロシアに比べて高いです。そして、私は今度は韓国に行きたいです。その前に、10日間お金を稼ぐつもりですと言いました。彼は食べ物を買うお金とホテルに泊まるお金が必要ですと日本語で書かれたプラカードを持っています。この外国人を見た日本人はあまりいい目で見ていませんでした。1週間前にすでに他のところでベグパッカー行為をしたのを知っていたからです。日本のメディアのインタビューに応じたアメリカ人の男性は自分の話を打ち明けました。彼とは地下鉄駅の出口で出会いました。
アメリカ人男性は目隠しをして腕を大きく広げていました。彼の名前はデニスで、バックパッカーとして活動しています。デニスのそばには私の旅行を手伝ってくださいという文句が書かれた紙1枚とお金を入れることができる帽子がありました。デニスは40万円で世界旅行を始め、旅行経費を稼ぐために1日3時間ずつフリーハグをしている。日本が好きで日本に来たが、いつまで旅行を続けるかわからないと話していました。デニスは3ヶ月前に旅行を始め、カザフスタン、香港、マカオを経て6日前に東京に来たそうです。フリーハグで1日いくら稼いでいるのかという質問に、彼ははっきり言えないと答えました。彼らが旅行を続ける方法はいくつかあります。ただ座って物乞いをするのではなく、手作りのアクセサリーと自分で撮った写真を販売します。この日、トルコ国籍の21歳の男性は東京駅付近で手作りのブレスレットを売っていました。決まった価格はなく、状況によって変わっていました。アジアを旅行中の男性は約33万円で旅行を始め、7ヶ月間でベトナム、カンボジア、タイなど5カ国を旅行した。今日は2時間でブレスレットを3つ売って約1500円稼いだと話していました。ベブパッカーたちの行為を見守る日本市民はそれぞれ様々な考えを持っていました。会社員の刹那さんは、お金のない若者たちも旅行できるということを見せてくれてロマンチックに見えると話し、皆さんは予算も決めず深く考えないまま外国で物乞いをしながら旅行費を稼ぐのは無責任だと話していました。東南アジアではすでにベグパッカーが社会問題として浮上しているそうです。物乞いで手に入れたお金を遊興費に使い果たした事実が摘発されたためです。一部の国では警察がベグパッカーを取り締まるべきだと深刻に受け止めていました。インドネシアのバリ島では外国人の物乞い活動を見つけたら外島大使館に送るという方針を立てたり、ベトナムでは物乞いをする白人の写真がインターネットに広がると、ベトナム観光当局がこれを禁止するという立場を発表したりしました。一方、人間味があり優しい日本人はヒッチハイクする人々にどう接するのでしょうか。お金をかけずに目的地までヒッチハイクをするのは海外ではよくあることかもしれませんが、日本では馴染みのない交通手段です。他人に迷惑をかけない文化もありますので、見知らぬ人を乗せて大丈夫なのか、危ないんじゃないかと不安に思う人も多いでしょう。しかし先日、海外コミュニティサイトには、先日初めてヒッチハイクに成功した、私を乗せてくれた方に感謝する、車に乗せてくれるだけでなく応援までしてくれたと日本人の親切に感謝する投稿が挙げられました。日本のヒッチハイク成功率はかなり高いそうです。6ヶ月前に日本を旅行したジェームズさんにインタビューしました。ヒッチハイクは日本を旅行した時の一番楽しい思い出です。本当に貴重な経験をしました。私はヒッチハイクを通じて日本人の優しさに触れることができました。私は日本を旅行した当時、ヒッチハイクを10回以上しましたが、幸い一度も断られたことがありません。私は日本人が心を開いて私を乗せてくれたことを知っています。意外と気軽に乗せてくれるドライバーも多かったです。日頃ヒッチハイカーに会うことは滅多にないので、好奇心で声をかけてくれたドライバーもいたはずです。私は人に会うのが好きなので、ヒッチハイクをすると普段の生活では会えない職業の人に会えるのが良いです。全国各地でそういう人と付き合うのが楽しいので、ヒッチハイクをしますと言っていました。多様な人々に会う方法は他にもたくさんあります。しかし、なぜジェームズさんは危険かもしれないヒッチハイクを選んだのでしょうか。ジェームズさんは、ヒッチハイクはドライバーを選ぶことができないので不安はあります。しかし怖く見えても車に乗って話しかけると良い人が多いです。人は外見で判断してはいけないと思います。見知らぬ私を車に乗せてくれるなんてすごくないですか。ヒッチハイクの醍醐味は、このような温かい人たちに出会えて、どんな人が自分を乗せてくれるのか、ドキドキした感覚を味わうことができる点です。ヒッチハイクをすれば、良い日本人に会えます。
日本ではヒッチハイクはとても簡単だと思いますと言っています。また1970年代に日本に遊びに来たアレックス・カーというアメリカ人はヒッチハイクを通じて日本で親切な人たちに本当にたくさん会いましたと言い、ウィル・ファーガソンというカナダ人は1990年代に九州から北海道までヒッチハイクをしながら北海道ハイウェイブルースという本を書きました。彼は親切なおばさんが私を車に乗せてくれて私は本当に嬉しかったです。日本人は最高です。誰でも同じ経験ができると思います。皆さん日本に行ったらぜひヒッチハイクをしてみてください。日本人の優しさに触れることができるでしょう。しかし全ての外国人がヒッチハイクに成功するわけではありません。日本だったからこそ成功したのです。ヒッチハイクで世界一周を試みていたロボットはアメリカ旅行を始めてわずか2週間で頭と腕が切られた状態で発見されました。ヒッチボットと呼ばれるこのロボットは8月1日にフィラデルフィアのある道路沿いで破壊された状態で発見されました。カナダのトロントにあるライアソン大学の研究プロジェクトで誕生したヒッチボットは今回アメリカを横断してサンフランシスコへ行く予定でした。ヒッチボットには GPS が装備されていて旅行中に出会った人と簡単な会話もできました。ヒッチボットは7月17日マサチューセッツ州セーレムで横断旅行を始め、ボストンとニューヨーク州を訪れていましたが、フィラデルフィアで頭部をもぎ取られて破壊された状態で発見されました。ツイッターに投稿された写真を見ると、ヒッチボットは頭がなく、両腕が破れたまま、ゴミ箱の中で横になっていました。幸いなことに、日本では全ての外国人がヒッチハイクの幸せな記憶しか持っていません。日本からベブパッカーたちが一日も早くいなくなり、日本を愛する旅行客が多くなることを願っています。今日準備した動画はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。人をいくつかの人種に分けて特定の人種に不利益を与えること、それを私たちは人種差別と呼びます。アメリカやヨーロッパなどでは依然としてアジア人への嫌悪と関連した犯罪と人種差別が多く起きています。今日お伝えする話もやはり人種差別に関する話です。アジア人を嫌っていたあるアメリカ人の青年は、学生の頃同じクラスにいた日本人をただアジア人だという理由でいじめました。しかし10年後彼には想像もしていなかった驚くべきことが起こったそうです。ジェイコブは自分の経験談をオープンチャットルームに公開し皆を驚愕させました。果たして彼に何が起こったのでしょうか。今からその話を詳しくお伝えします。こんにちは。私はアメリカのペンシルベニア州に住んでいるジェイコブと申します。最近になってアジア系に対する憎悪犯罪がアメリカで増えているようです。ノースカロライナ州では韓国人が運営するコンビニが襲撃され、アトランタではアジア人が運営するマッサージショップに連続銃撃事件が起きました。またニューヨークの地下鉄ではアジア系の女性が理由もなく暴行を受けたのに、周りの人たちは止めるどころかむしろ口笛を吹いたというニュースまで伝わっています。そのようなニュースを聞くたびに、私はどうしてあんなひどいことをするのかと心が重くなりします。しかし私も10年前の学生の頃までは彼らと同じことをしていました。アジア人を嫌悪し、西洋人が最も優れていると思っていたからです。本当にバカバカしい考えだったことを認めます。それに私はクラスメートをいじめたこともしっかり覚えています。彼は日本人で名前は強しでした。静かで優しい子でしたが、私はその子の身なり、メガネ、バッグ、靴、全てが気に入りませんでした。アジア人だという理由だけでです。それで私は仲が良かった友人たちとその子を長老していじめました。ある日は私の誕生日だから必ず出席しなければならないとし、何時何分まで必ずマクドナルドに来てほしいと言いました。誕生日プレゼントはいらないから必ず来いと言うと、強しは嬉しそうな顔で必ず参加すると答えました。
当時14歳だった私はその表情を見ておかしくて笑いをこらえるのが大変でした。なぜなら私はマクドナルドで自分の誕生日パーティーをする予定ではなかったからです。ただ強しをからうために作り話をしたのです。彼を困らせたかったのです。私の誕生日の日は雨がたくさん降っていました。そして次の日強しは学校に来ませんでした。雨に濡れて風邪をひいてしまったのです。でもその時は罪悪感を感じませんでした。そうして風邪が治って学校に来た強しは私にプレゼントを差し出しました。マクドナルドで渡せなかった誕生日プレゼントだと言っていました。私の周りの友人たちはクスクス笑いながらプレゼントまで用意したのか、涙が出るほど感動したよとからかいました。でも強しは静かに私にプレゼントを渡して席に戻りました。私はその姿も気に入りませんでした。自分がいじめられていることを知っているはずなのにどうしてあんなに平気なんだろうと思ったのです。その時から私は堂々と強しを苦しめ始めました。学校の給食室でおかずをわざと強しの方へこぼしたり、机に置いてあった本を破ったり、メガネを奪って踏んだりしました。お前に近づくと変な納豆の匂いがする、自分の国に帰って納豆でも食べてろ、お前の英語の発音は変だから聞きたくもないなどと罵りました。誰も私の暴走を止めず、むしろ拍手しながら面白がっていました。私は周りの反応が良かったのでもっとひどくいじめました。私はアジア人の学生たちがいじめられても復讐に対する恐怖と羞恥心によって消極的に対応することを知っていました。ある日強氏が私に聞いてきました。自分にここまでする理由が何なのか教えてほしいと言ったのです。私は理由なんかないと答えました。ただお前が日本人だからさ、それが理由だよ。その時の強氏の表情はとても悲しそうに見えました。そして強氏は私がいじめ続けても黙々と学校に通い、私たちは学年が上がってクラスが変わって別れることになりました。それ以来強氏がどのように過ごしてどの高校に入ったかは全く分かりません。私は学年が変わってもまた別の日本人やアジア人をいじめていました。そうして24歳になった時、私は友人と日本旅行に行くことになります。多くの旅行地の中でなぜよりによって日本なのか理解できませんでしたが、一緒に行く友人たちに絶対に日本に行きたいと言われて仕方なくついていくことにしました。もしその時に日本旅行に行っていなかったら、私は一生自由奔放に生きていたかもしれません。白人至上主義に満ちた精神状態でです。初めて成田国際空港に到着して足を踏み入れた瞬間、私はあまりにも綺麗で洗練された空港環境に戸惑いました。さらに全ての日本人職員がとても優しくて親切に接してくれたことに驚きました。私が小さいと無視していた日本でこのような衝撃を受けるとは想像もしていませんでした。私と友人はホテルに行って荷物を置いてから夕食を食べるために出かけました。退勤時間だからかかなり道が混んでいました。みんなお腹がとても空いていて少し神経質になっているのに、突然前の車がハザードランプをつけて一人二人と運転席から降りるのが見えました。彼らは息を切らしてどこかに走っていきましたが、私たちも訳がわからないまま車から降りることになりました。どういうことなのか把握しようと近づいてみると人がたくさん集まっていました。確認してみたらリンゴを積んでいたトラックが転覆して道路を塞いでしまったので、周辺の運転手たちが全員降りてトラックの運転手がリンゴを拾うのを手伝っていたのです。私と友人はせっせとリンゴを拾う日本人を見てあっけに取られてしまいました。運転手たちはリンゴをトラックに積んであげて、通りすがりの市民たちも道路に散らばったリンゴを拾ってトラックの運転手に渡しました。危険な状況にもかかわらず日本人は皆心を一つにしてトラックの運転手を助けていたのでした。私はその時、果たしてアメリカだったらどうなっていたのか考えてみました。きっと早くどけ、リンゴを早く拾えと言ってクラクションを鳴らしていたでしょう。
みんなで力を合わせて助けたおかげで、現場は短時間で整理され、私たちも再び車に乗ることができました。このように胸がジーンとする場面は久しぶりに見たので、心に深く残りました。そして一瞬、学生時代に剛が誰かを何の理由もなく助けた場面が頭をよぎりました。学校の前の横断歩道で白髪のおばあさんが乗っていた車椅子が道路の段差に引っかかって前に進めずにいると、車椅子を押してあげながら家の前まで送ってあげたこと、いじめられていたもう一人の中国人学生が目に故障スプレーをかけられて泣いているとハンカチを渡して慰めてあげたことなどです。私たちは剛のすることをいつもからかっていましたが、彼は立派なことをしていたのです。そして彼には日本人の驚くべき DNA が含まれていました。私は日本旅行中、衝撃的な場面を何度も見ました。地下鉄で酒に酔った男性がカバンを開けたまま座席の上で倒れていると、乗客が駆けつけてカバンを持たせてしっかり座るように助けるのを見て、また剛が思い浮かびました。これだけでなく、鍋を食べに入ってきた外国人労働者に温かいご飯を一杯追加してあげた店長もいました。私はその時、日本人に対する警戒心はほとんどなくなっていました。自分の目で彼らの優しさと心遣いを見てしまったからです。ところが私はその次の日にも驚くべき経験をしました。友人と一緒に有名な神社に向かう途中、突然前を歩いていた老人がふらつき始めたのです。ちょうどその時、老人のそばを歩いていた若い青年が素早く駆け寄り老人を支えてあげました。幸いにも老人が倒れて地面に頭をぶつけることは避けられましたが、近づいてみると老人はとても苦しそうにしていました。一瞬私と友人は戸惑って立ち尽くしていました。しかしどこから集まってきたのか、日本人たちが老人と青年をぐるりと取り囲んで、ある人はどこかに電話をかけて助けを求め始め、数人は意識を失った老人を床に寝かせるのを手伝っていました。そしてある日本人女性がカバンからハンカチを取り出し、老人の頭が地面につかないようにしていました。そしてもう一人の日本人は着ていた上着を脱いで布団のようにかけてあげました。彼らは老人の手を握って意識が戻るように声をかけ続けていましたが、数分間はかなり危険な状況が続きました。そうやってみんなが必死で助けている間に、通報を受けた救急車がサイレンを鳴らしながらやってきました。幸いにも近くに搬送できる病院があったのか、救急隊員たちは素早く動いて老人を乗せていきました。正直なところ、私は日本人の共同体意識と体系的な救急システムにとても驚きました。アメリカだけ見ても個人主義があまりにも強いので、危険に陥った人々を見ても知らないふりをして、皆が自分の道を進むために救急としています。でも日本人は全然違いました。市民たちは老人が救急車に運ばれる間も心配し続けて、彼の意識が戻るように手伝っていました。もし体の不自由なおじいさんが倒れて頭でもぶつけていたら、本当に大変なことになっていたはずです。日本の人々の温かい配慮のおかげで、お年寄りが命を救ったと言っても過言ではないでしょう。この出来事は私が直接助けてもらったわけではないですが、私だけでなく白人至上主義の友人にも深い印象を残しました。このように私が見た日本は本当に温かくて愛が溢れていました。私は日本で過ごす間、特別なことをしてみたいと思いました。これまで日本やアジア人を無視してきた自分に罰を与えながら、あることを試してみたいと思ったのです。そこで私は日本人を相手にフリーハグをしてみようと決めました。そして下手な日本語で、私はアメリカから来ました、日本人をいじめた私を許してくれるなら私を一度ハグしてくれませんかと書いた立て札を置きました。果たしてうまくできるだろうか、日本人がアメリカ人である私を受け入れてくれるのだろうかという心配もありましたが、決して諦めることはできませんでした。今は日本を心から愛し尊重するようになったことを知らせたかったからです。私は人通りの多い場所に行き、立て札を置いて隣に立っていました。
この日は雨が降った翌日で天気も悪く寒かったので、街行く人々は私を通り過ぎていきました。30分ほど経つと、私が余計なことをしているのではないかという気がしました。でも諦められませんでした。日本人に私の気持ちを伝えることが目標だったからです。私は日本の人たちに、こんな質の悪いアメリカ人が日本を愛しているという気持ちを伝えてみたかったのです。しかし人々はただ通り過ぎるだけで、私に話しかけたり私を抱きしめたりする人はいませんでした。本当に諦めようかと思った瞬間、年を取った日本人のおばあさんが私の前に立ちました。そして優しい表情で静かに私を見上げて、私が書いた日本語を見てにっこり笑いました。おばあさんは私をハグしてくれました。もうこれ以上過去に縛られないように、そんな温かい言葉で慰めながら私を抱きしめてくれたのです。すると通りすがりの人たちも私に関心を持ち始めました。おばあさんのハグを皮切りに、一人二人と幼い小学生や会社員と見られる人たちが近づいてきて、順番に私を抱きしめてくれました。寒かったですが、不思議なことに心だけはポカポカに暖かくなるのが感じられました。そうするうちに、ふと学生時代に私がしてきた悪いことが頭をよぎり、涙が流れました。その時になって、私は後悔し続けるのではなく、醜い過去と区切りをつけて、まず自分自身を愛そうと思いました。それは反省と後悔に対する涙でした。私が果たしてこんなに立派な人々のように生きたことがあっただろうか、誰かのために私の時間を犠牲にしたことがあったのだろうかと思いました。そして今は日本人の優しさを全世界に知らせたいです。彼らに助けられて学んだことが多いだけに、私も彼らに役立つ人になりたいと思いました。それでコミュニティサイトを通じて記事を書くようになりました。私の頭の中には、日本という国が、そして日本人という民族がどれだけ立派で大人っぽくて素敵な存在なのか刻まれました。私が無視して苦しめるような存在ではありませんでした。そして私も過去の過ちを洗い流していい人になりたいという気持ちになりました。これまでの他人を無視して蔑視していた態度をなくし、誰かを助ける人になってみようという目標ができました。私に良い影響を与えてくれた日本に心から感謝します。そして私と同い年でしたが、いつも私より大人らしくて落ち着いていた強氏にも謝りたいです。多分彼は誰よりも素敵な人に成長しているでしょう。感動的なジェイコブの話でした。これからも人種差別が全てなくなるその日まで、私たち皆が努力しなければならないようです。次回はもっと充実して面白いニュースをお伝えします。ご視聴ありがとうございました。